元アントラーズ監督の岩政大輝ベトナムのハノイ FC の監督に就任。私は岩政です。私が岩政です。どうも岩様。私は岩政ですって言った後に岩様にされてるのおもろい。最後笑っちまったじゃねえか。かわいいミスわらわら。最後に痛恨のミスしてた。切り替え早くて安心した。おい政節全開。これは名勝ですわ。バチラー。ハノイは浦和に勝ったチームか。今年は現在8位で去年が3位。2022はリーグ優勝してるチームみたい。アクル出てるし、岩政さんステップアップした感じすらある。初っ端から小芝居させられてて、わら普通にハノイ良いチームだし、鹿島で不完全燃焼だったと思うから結果が楽しみ。ベトナム初のポエム期待。